名古屋から聞いてちょうよ、大番町の豚の宝箱。名古屋から聞いてちょうよ、歌の宝箱や。始まりました。始まりました。はい、始まりましたね。さん、向こうよろしくお願いします。よろしくお願いします。本日はまずはパーソナリティの会でございますが、はい、なんかこうね、なんかメッセージあります、皆さんに。はい、皆さんにいつも見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。あ、ジムさん無言の手りから、はい、もうこのね、あのパーソナリティの会では、うん、ちょっとこう、まあ、我々のね、はい、近況連絡など、はい、あの歌なども流れますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。あの前半ね、椿沙奈さん来てもらって、はい、ちょっとお仕事の関係で、はい、あのちょっと10分15分でこうね、はい、こうなんですけど、なんか沙奈さん、なんか近況連絡とかあったりしますか？はい、あります、あります、はい、あらまあ、もうね、はいはい、後でもしかしたらちらっとですね、はい、あ、後で多分出ると思うんですけど、ここかな、あら、こっちかな、はいはい、はい、今週末ですね。あー、素晴らしい。あ、そうそう、こうです、こう、はい、こう、こう、こう、そう、今週末、はい、レゴランドのところにありますメーカーズピアさんで、うんうん、あの女の子4人でステージありますので、あら、まあ、無料ですので遊びに来てください。お願いします。お願いします。しかも27日もうすぐじゃないですか。今週末なんですぐなんですよ。明後日、明後日です。明後日です。あ、出してくださってますね。はい、ありがとうございます。はい、ちょっとあのハロウィンなんで、はい、ハロウィンっぽいコスプレで。ジョーさん、はい、どんなコスプレ？見たいですね。見たいですね。ちょっとこの辺ベロッと出ますね。あら、あ、大変だ。こんなこと言って。大変。はい。もうちょっと。困りますよ。楽しみです。困りますよ。困ります。可愛い。ジローさん可愛い。ジローさんいつもよりなんか、ね、ニコニコしてますね。スマイルがいいですね。サナさんのおかげかな。ジローさん可愛いです。今日も可愛い。可愛い。これもあるし、はい、まだてんこ盛りであるんですね。そうなんです、まだてんこ盛りでありましてですね、はい、来月ですね、はい、来月はものすごくちょっと大きなイベントがありまして、はい、何ですかこれ。これですね、はいはい、はい、岐阜基地航空祭。航空祭、はい、すごいね、すごい大きな、はい、ここで歌うんですか。ここでステージで歌います。15万人ぐらいお客様が来ますけども、皆さん飛行機見てますので、15万人の中で私 BGM です、歌います。すごいですね。はい、こちらもね無料なので、はいはい、見に来てほしいんですけど、ただ、はい、本当に人がすっごい集まるので、うん、電車もギュンギュンですね。ギュンギュンです。これだけの人数もね、でもそこで歌えるってすごいことですよね。ありがたいです。もう本当に自衛隊の皆様ありがとうございます。ちょっと皆さんが歌う時だけ飛行機ちょっと止めてもらってね。あ、いやいや、後ろから、私が歌ってる後ろから飛んでほしいですね。ピタッとピタッと飛ぶ。そう、そうすると飛行機の音で歌消えちゃうんですよ。あら、それがやっぱりボワーッと、ボワーッとね、じゃあその時だけちょっとフ、ね、フレームアウトして、ダメかダメかダメか、ダメか、怒られる。まあそんな感じだよね。はい、有名ですもんね、本当に、ね、はい、学校はね。そうですね、ブルーインパルスが。皆さん若い方からね、ある年齢の方までね。めっちゃ来ます。すごいですよね。はい。あの時はどんな格好をね、はい、するんでしょうかね。またコスプレっぽいですね。いつもいつも。飛行機のコスプレ。飛行機のコスプレ。とんがってんな、私。ブォーッ。やんないよ。すごい。ちょっとどうだ、ナスさんの。もう。飛行機のコスプレ。これもういいな。しませんからね。あ、そしてジローさん。ジローさん。ジローさんどうですか、近況連絡。私はね、はい、やっぱり17日なんですけど、はい、外部でライブやるんですよ。あら、ライブで、あそこの箱の、はいはいはい、あの朝日の港の前で、うんうん、あ、あ、ちょうどね、曲が、はい、あそこでね、妙市っていうか、その美味しい食べ物市みたいなのをやるんですよ。そのとこでやっぱし、あの皆さん集まっていただいて歌おうかっていうと、あ、昨日決まったんですよ。もう超近況連絡、すごいですね、本当ですね。え、じゃあ食べ
ながらも聞けるんですか。聞けるって、はい、そういうことですね。今お腹空いてるからね。あーもうあのグー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 鳴ってました ね打ち合わせのね最中から。あでも美味しいものが食べれて歌が聞ける、うん、幸せ、最高です、すごい最高、はい、ジローさんはお酒好きだから、はいはい、こうちょっと飲んだりもするんですか。飲みながら、ね、ちょっとこうつまみながら、はい、あ大人の、いいですね、大人のなんかね、ですね、ムードのある歌を歌ってこの前もやったんですけど、その時はあのお祭りの時に、はい、もうね、ギターが2人、ベースと、ね、ギターが、はい、来て、それとサックスまで吹いてました。かっこいい、渋いな、あーかっこいい、すごく、この方有名な方はもう半日だけおって言っちゃったんですけど、すごいすごいですねこのムードがね、またこうサックスが入ることによって、うんうん、まあ、そんなジローさんの歌唱動画が、はい、先日ちょっとエランさんでね、はい、あの歌ってくださった、はい、あの動画があるんですけど、はい、ここでちょっと、聞いていただきましょうか、はい、じゃあタイトルお願いします。そうですね、面影の汽笛という私の田舎を歌った歌です。この歌は本当にあの望郷を誘う歌ですけど、皆さんよろしく聞いてください。面影の汽笛、よろしくお願いします。聞いてください。もうブルーな、ブルーの、はい、あれがオーダーオーダーメイドです。うわー、あの選んだんですか、ご自分で色を。うわー、センスいい。それがね、はい、たまたまね、あの友達が作るって言って、はい、作る気はなかったんですよ。私今までスーツだとか作ったことなかったみんなの舞台スーツも、ね、みんなもらい物なんですよ。ありがたいことに、はい、でもそんだけこう、ね、うんうんうん、いただけるって先輩方から、ね、先輩方からね、もういらないからってことで、ね、はい、いただけるってことで、たまたま行った時にちょっと高かったけど、タイマイをはたきました。タイマイをはたきました。ね、それもやっぱ自分でやっぱ購入するってやっぱ思いね、やっぱそんだけ価値がやっぱありますからね。さっき、着物をお話ししてましたけど、はい、あの着物も作りたいんだけど、なかなかね。ジローさん、着物着るんですか、ね、うわ、かっこいい。前はね、お腹がクッと出ておったりする。はい、83キロだったんですよ。83キロ。え、今何キロですか。今70ぐらいです。あ、すごい。13、はい。ちょっと体悪くしまして、はい、それで折ったんですけど、ね。で、痩せたら、で、今キープしてる。一応キープしてる。だんだん徐々に徐々にやって。あの、お酒飲むでしょ、やっぱり。はい。ね、お酒飲むとどうしてもね、うん、そう、あの先日ね、僕はあのサナさんとちょっと一緒で舞台があって、はい、その時袴を着られてたんですよ。 あ、そうです、すごいですね、私、はい、うん、びっくりしちゃって。あの女性の方の袴もね、はい、素晴らしいですよね、はい、なんかあの女性が着るとまたこう可愛らしさとかっこよさ、なんかこう両方あるよう、ね、あるからね、あの感じがしてね、はい、本当ですか。そういう着物とか袴もそうです、あの、はい、その結構こう、うん、演歌歌謡曲の曲が多い現場は、うん、ね、はい、和服を着るんですけど、ただ私歩き方がバサバサ歩いちゃうので、うん、バサバサ歩く、お着物ははだけちゃうんですよ。そうするとやっぱり袴の方が歩きやすい、うん、そっちの方がいい。そうなんです。なんかこうローラーみたいなつけてこういけないローラーつけていくつーそうやって頑張って練習しますよすみません、あのね先輩なんです。いやいやいや、でもちょっとじゃないですか。めちゃくちゃこう二人とも優しいからつい
ついなんかこう冗談を言いながらってめちゃくちゃねえ優しいがゆえに、ね、でも私男性のお着物やっぱすごく好きなので、はい、もう次郎さんのお着物見たいです。一つは一つあるんですよ、はい、でもめったその演歌でもね、はい、三郎さんの曲歌う時とかそういう時は着るんですけど、来てほしい来てほしい、なかなかね、なんかあのひょうたんとか持ってほしい、あかっこいい、なんかかわいい、ちょっとこう千鳥足こう現れてでこうバシッと決めて歌うときは予算演出ができましたいいですね、いいですよね、まあ、しといてね、そういうこともできればね、うんうんうん、いいですね、なんかこうちょっと新たな児童さんがこう、ね、今後見れそうですね、見たいですね、見たいです、またよろしくお願いします締めましたね締めましたね、はい、いや見たいですね、まあまあ、だから本当にあのその今の着物の話出ましたけど、うん、夏にねこの前あの、うん、ほら、はい、浴衣着ておられたんですよ。ああ、はいはい、あれはいいよね。そうですね、あの暑いから、はい、やっぱしその舞台衣装っていうのは割と夏用は作ってないんですがね、うん、皆さん、うん、あ確かに、確かに、どっちかね、あの浴衣の着方でも、はい、ちょっとあの帯やっぱ一メートル、うん、着物風浴衣みたいなね、うん、感じでこうやっぱ衣装だとやっぱそういうのでもこう夏場は ねこう良かったりするんで、はい、なんかじゃあ今度の夏は3人で浴衣 で浴衣でやりますか、こうやるのもありかもしれない。いいですね。でなんかちょっとかけてもらって、はい、ちょっとコラボで歌う、生歌やりましょう。じゃあそれちょっと考えて、はい、ね、はい、最初はみんなでお弾けなすってってやる。あらー、それもいいよね。おっと、ね、いいですね。お弾けなすっちゃいました。なすっちゃいました。やりましょう。ありがとうございます。まあ、そんな、サナさんなんですけど、今ね、はい、こういろんな歌をカバーもされて、はい、やってます。いるんですよね。そのカバー曲を、はい、こう YouTube なんかにもたくさん今こう載せられてるじゃないですか、はいはい。びっくりしたのがね、そのカバー曲の種類がまたこう。なんだろう、懐かしのね、はい、メロディーってことでね、今回ちょっともうあと少ししたら流れるんですけど、はい、その間でサナさんもうちょっとこう次の現場に行かれるので、はい、そのちょっとこれから歌う曲のこととかのもよかったらですか、はい、はい、ちょっとあのこう、はい、目の前にこう出てますね、カラオケエース、うん、出てますね、はい、はい、カラオケエースプレゼンツで、うん、あの心歌、カタカナで心歌という YouTube の、うん、あのコーナーがありまして、うん、そこのコーナーでカバー曲、歌手の方たちがみんなカバー曲を歌うっていう、うん、あのコーナーがあるんですけど、うん、そこで私は歌を歌わせていただいてるんですけども、うん、はい、私だけちょっと異様な感じで、あの毎回コスプレをしてですね、アニソンを歌うという形で素晴らしい、歌っております。目でも耳でも楽しませる、ね、これはまた見たらね、ちょっとこう、はい、本当に皆さんの変化というか、変化です、いろんなこう椿さんがこう見れる、はい、早速ちょっと聞いていただけ、じゃあ、はい、振りの方いいですか。いいですか、はい、では、はい、魔女っ子めぐちゃん聞いてください。シャランラ、ヘイヘイヘイ。
にしなくてもあなたは私に恋してる。可愛い唇開いたら男の子なんていきなりよ。魔女っ子メグは魔女っ子メグはあなたの心に忍び込む忍び込む。お化粧なんかはしなくてもあなたは私にもう夢中。真珠の涙を浮かべたら男の子なんてイチコロよ。魔女っ子メグは魔女っ子メグはあなたの心に忍び込む忍び込む。シャランラ、シャランラ、かっこいい。よろしくお願いします。はい、どうも。はい、本日、スペシャルゲストに来ていただきました、日本クラウンの伊藤恵美さんです。伊藤恵美です、よろしくお願いいたします。伊藤さん、ありがとうございます。ねえ、素晴らしいね、大先輩が、はい、大先輩です。どうでもないです。なんでもね、聞いたら17年のキャリアを、ね、当たられるってことだよね。はい、ております。伊藤さんは、伊藤さんとお会いしたことはあります。あります。はい、あ、この前、はい、この前あそこでね、ポニーさんでもお会いしましたね。その時初めて名刺交換させていただいたんですけどね。あ、そうだったんですね、はい、すごいですよ。私なんかまだ小学校だもんで、うん、はい、本当にまだデビューして1年ちょっとですから。そうなんですか。もう大先輩ですね。ね、すごいですよね。僕もこう、あのお会いさせていただいた会館とかイベント会場なんですけど、はい、もうその時にもう本当に素敵な、やっぱりお着物とお洋服と、いろいろ、ね、今日もすごい素敵ですね。アクシュが本当です。僕もこの中、今年か、私100個でお会いしたことあるのはね、はい、あの1日の日に、あの西原の、あ、西原ね、あそこもみんなだったもんね。あちこちでお見えになってるもんで、よくお見かけはするんですけど、お話しするのはそうないですけどね。じゃあこういう、ね、素晴らしい方を交えて、本日あのこういろんな方がやっぱ見てくださってるので、伊藤さん、もしよければ簡単に自己紹介いいでしょうか。はい、お願いします。はい、日本クラウンの伊藤恵美です。そして九州は熊本の女子です。いいですね。もう本当にね、熊本で、もう熊本からね、あるんですけど、もう本当に熊本は小学校3年生ぐらいまでいたんですけど、それから東京 で結婚して名古屋に来て、名古屋はだいぶ長くなりましたけどね、僕も福岡なので、同じ九州でございますね。そうですね。あ、そう、九州の女性らばく九州の方はね、今すごいですよね、活躍がね。何の分野だって本当多いですよね。多いです。名古屋で泊まるらしいからね。あ、そうなんですか。東京まではなかなか行かないそうですから。あ、そうなんです、ね、そういう話ですけどね。あ、ちょうどね、今 BGM でも伊藤恵美さんの曲が流れてるんですよ。うん、この曲、あ、素敵だよ。まで来ておるんですね。そうですね。あ、ます。ありがとうございます。はい、あのちょうど皆さんには、聞いていただいていると思いますが、その伊藤さんは、さっき二郎さんね、いろいろこう質問したいなと、こういうプロフィールもいただきましたけど、はい、星座伊手座の A 型の好きな言葉が一期一会、はい、好きな食べ物果物に魚類いいですね。釣りが好きなんですよ。そうなんですか。やっとったんですよ。今やってませんけどね。魚もいいですよね。魚美味しいですよね。好きな色は紫、黒、白。あ、はい、ちょうど黒が、ね、ピンクですので、この手がそうですもんね。すごいですね。素敵ですね。あ、ちょっと皆さんにちょっとよかったら、ね、ネイルっていうんですか。はい、すごいですね。それね、本当に。あ、そのもう徐々に徐々にたくさんこうねあるので、そのなぜこうプロになろうって思ったんですか。
たまたま城由紀さんっていう方が、はい、亡くなられましたけどね、その方がえみちゃん私の曲歌ってくれないかなっていうことで、それで曲を聴いたら、あ割といい感じだねっていうことで、でも、ジョーさんはレッスンがすごい声、交通事故でちょっとね、声が痛めて見えて、あんまりレッスンができなかったんですよ、だからうおっとこういう感じの、なんか先生悪いけど私そういう曲はちょっと歌えないって、そういうふうには先生みたいには歌えないですって、じゃあエミちゃんの好きなように歌ってって言われて、で、あの渡辺かなめさんという方が見えて、大阪の人で、その方にこっちに来た時にレッスンというか、こう私が吹き込んだのを聞いてもらって、で、あもうちょっと無理だなって言って、で、次来た時にあこれならレコーディングしていいわっていうふうに、こう、ね、重ねていって、ね、レコーディングさせていただいたきっかけがやっぱりいろいろありますからね。ちょうど先ほどあの二郎さんがお着物の話についてちょっとこうお着物姿で歌いたいなっていう話が出たんですけど、ね、二郎さんちょうど、すごいですよ、先生だもんね。ねえ、お着物の先生ですもん。あのそのお着物についてもぜひお伺いしたいんですけど、お着物に関してはもともとそのお仕事として、あの、学生大学の時に、あのファッションショーで、あのモデルをやってた。それも着物のモデルで、で着物のそういうファッションショーの時にモデルとして出させていただいてて、でそれでその時はもう本当に戦争でバッと次変わってってこういう風にやってたんですけど、で結婚して名古屋に来た時に、あの着せてもらってんの、あの美容室に行って髪も言ってこうやってもらったら苦しくて苦しくて途中でも吐いちゃって、それであこれじゃいけないということで自分で着なくちゃいけないということで、それで教室に行って、ほう、あ自分でもあの、こうあノウハウというか、すごいですよね、それからもう一生懸命勉強して、で京都までこう取りに行ったりとか、名古屋でも、あの取ったいろんな学院のところの資格を取って、でいいところをみんな生徒さんに教えるっていう感じで、で24歳ぐらいから教室を始めて、すごい、そんな時ね、時から先生に、いいですね、なんかこの素敵な先生だったらなんかをな習いに行きたい。成人式の時は大変ですけどね、前の日から泊まりがけでこうやりますからね、その会館でそのご一緒させていただいた時にご自分でもあのゲストとして出演されるその裏でも、その他の出演者の方々の着付けもこうやられてたんですよ。すごいハードなこう、そうですね、体力勝負です、体力勝負ですよ。着物は着たいけど、私着れないわって方がいっぱいおりますもんね、そうですね。え、さっき二郎さんお着物を着たいって言われてたじゃないですか、もうで先生がいるからいつでも着せていいですあれは帯の男はね、帯の締め方だけなんですよ。ああそうです、ね、帯をちょうどこにピッと締めれれば格好がいいんですけど、そうですね、そうじゃないですよね、なかなかできないですよ、できない、ああやっぱり難しいね、やっぱし、ね、バシッとやっぱあれこうされてると、かっこいいですもんね、かっこいいですもんね、そう、ああやっぱなんかだから歌謡祭でも男の人をね、何人かこう着せますけど、今日はエミちゃんいるから大丈夫だって言われて出会いましたね、先生と女性も着物を着ると、やっぱり全然変わってきますから ね、 普段の確かに、所作とは、まあ、そのギャップが良かったりしますよ ね、 ね、またこうお洋服はお洋服でいいけど、だから皆さん歌謡祭に出ても歌は二の次で、その違う自分、日頃の自分じゃない自分にこう変わるから、その歌謡祭が好きだって言われる、ね、いいですね、そんな伊藤さん、私はね、常々先生に言われてるのは、歌は誰が歌ってもそんなには変わらんと、それはその着物とか、そういう着るものだとか、舞台衣装のことで、
アピールしたりその体の入れ方とかをやれって言われてるんですよね。あ、やっぱりこうそれだけではなくてもう全部やっぱ含めたやつで、見てる人もやっぱりいろんなこう衣装で出てくると目の保養にもなるし、そうですよ ね、やっぱり楽しいからね、次どんな感じだろうって感じでね。確かにそうですよね、嬉しいですよね。やっぱりそんな伊藤さんの動画を実はこういただいてるんですよね。それもちょっとやっぱり歌声こう気になってもだんだん多分ね、はい、ってると思うんで。ありがとうございます、ここでちょっと、タイトルの方が、はい、こちらのちょっと指定いたしますね。そうですね、こちらだから分かれてるんですね。はい、はい、じゃあちょっとこう、貼りますかね。じゃあそのタイトルコールだけ言ってもらっても大丈夫でしょうか。はい、はいはい、それではだから別れてあげるわね、聞いてください。イエーイ。ありがとうございます。いいですね、ジョーさん。またあの着物の色が素晴らしいですね。色も合いもそうだし、今ちょっと裏話も聞きました。あのジョーさん、そのだから別れて、あの聞いてどうですか？なんかね、怖いタイトルだと思うんですよね。なんかそのお話をね、聞かせていただきたいですね。最初こういうことができたかって、ね、最初はだから別れてあげるわねって言われたら、男性はよかったっていう人もあるかもしれないけど、ね、そうじゃなくってけなげな女性の歌で、男性が何か目的を持ってやるんだったら、私がいては邪魔になるんじゃないかな、だったら私が身を引くわ、だから別れてあげるわねっていう、そういうけなげな女性の歌なんですよね。題名だけ聞くと、怖いね、すごい上からの目線のね、感じに聞こえますけど、そうじゃなくて、いい歌ですよね。いい歌ですね。あの歌もそうなんですけど、その何ですかね、身振り手振りのこう歌い方というか、すごく素敵ですね。あの姿勢といい、何から何までも品というか。やっぱりね、あの素晴らしいのは、やっぱパンチが効いた歌。ああ。すごいですよ、生で聞くと。なんか二郎さんが初めて聞いた時にものすごくそのパン印象がすごくすごかったです。歌のこうちょっとなんて言った歌あれたかちょっと覚えてないんですけど、サブロー会って出られてました？サブロー会は出てないんじゃないかな、 あよっぽど印象にやっぱり残ったんですね、こう伊藤さん。それからちょっとあちこちでお見えして、はい、素晴らしい歌を歌われる方だなと思って、ありがとうございます。歌を歌う上でやっぱりこう全然こうお着物からもともと歌は好きではあったんで
そうですね、母が民謡のお嬢さんだった。サラブレッドじゃないですか。その引き出しがなんかどうやってあ、そう、それの出てくるんですね。打ち合わせよりもはるかに出てくる。すごい。だから本当は三味線とかね、こうあれ教わりたかったんだけど、うん、私がちょっとね嫌だって言って断ったのね、うん、本当はそっちを継いでほしかったらしいんですけど、うん、私は嫌だっていうことで、うん、あのクラシックバレエの方をやって、で踊りの方に、うん、で母としては何かをやらせとけばいいわと思って、うん、だからじゃあエミちゃんこっちやんなさいって言ってクラシックバレエの方をずっとやってたんですけどね、うん、だから今思うと本当に母に三味線教えてもらっときゃよかったって本当に今つくづくね、今のありがたみがわかりますよ。ただそのお聞きしたら、その今ねクラシックバレエって言われたけど、ダンスも教えられてたっていう、ね、極め方がなんかすごいなと思ってだから踊るのが好きなんですよね、はい、はあ、体を動かすのが好き。だって歌ってる時にも体の動かしたらしなやかさがあるもんね。あー確かに、あやっぱりその体幹もしっかりしてくる、あんな傾向出てくるわけですね。それとあの歌にね張りが出てきたり、いろいろの感情がこもってきたりしますがね、うん、そうそう、だからオーヤンフィーフィーに似てるっていうことで、あの演歌を最初は生徒さんが演歌を教えてくださって、はい、先生これ覚えてとか言って、うん、でだけどどうも拳が回らないって言ってて、でオーヤンフィーフィーに似てるから、うん、オーヤンフィーフィーの歌歌ってって言われて、うん、で雨の緑筋を歌って踊りながら歌ったのが、うん、あの踊って歌うような。かっこいいですね。踊りの種類もそのすごいんですよね。ジャズダンスから日舞からこう社交ダンスか、ちょっとそのあまりにも多すぎてちょっとこの1時間ではちょっと足りないかもしれないですけど、またちょっと後ほどお話聞きましょうか。また第2弾も出ていただいて。本当ですね。第2弾お願いいたします。でここナイゴンさんの CM に入るんですけど、まずは提供から画像をちょっと出していただきましょうか。はい、本日番組は、合同会社ソラリスさん、ハリキュー商事ハリマゴコロさん、そしてナイゴンの企み、ナイゴンプロジェクト様、そしてカラオケ歌謡曲様の提供から、お送りしておりますので、よろしくお願いします。それではナイゴンさんのナイゴンの企み CM どうぞ見てください。皆様こんにちは、ナイゴンの企み主催のナイゴンです。今回は11月のライブイベントの紹介および12月8日のイベント紹介を行っていきます。まずは11月の企みはこちらになります。まず一つ目は、前回もお知らせいたしました名古屋上前洲にありますミュージックバーボブさんでの定期ライブのお知らせです。日時は11月の9日土曜日午後5時半から、ゲストは浜松からゆうたくんをお招きしております。今回の見どころはつまりガチ対バンです。この季節にぴったりの魂と気合のこもったライブを見に皆様お越しくださいませ。2つ目は豊田市にあります居酒屋夢の木さんで行います歌手日向美奈さんのキャンペーンのお知らせです。この間歌手の松崎康介さんからご縁をいただきまして、今回の開催となりました。以前から興味があったので個人的には楽しみにしております。皆さん夢の木でお待ちしております。そして企み忘年会イベントその1、12月8日バースホールの詳細が決まりました。日時は12月8日日曜日お昼12時から、場所は知立市の国道1号線沿いにあります知立バースホールとなります。出演は磯川由紀さん、空大輝くん、そしてこの番組でも複数回出演されております有田雅人、改め西正人さん、さらには水川蓮さん、ゆきみさん、大河内智子さん、青木優さん、番組ゆかりの方々も多数出演される予定となっております。そしてたくらみオリジナルイベントであります歌姫やボブさんでの定期ライブから水川さん、そして中田圭介くん、佐藤秀樹くんも参戦。もちろんこの番組 MC の宝馬翔吾くん、信濃二郎さん、椿佐奈さんも出演されますよ。なおこちらのイベントにつきましてはライブ鑑賞のみならずお食事が2食付き、さらには希望者には歌っていただけるコーナーもご用意をいたしております。詳細は各出演者およびナイゴンおよびナイゴンプロジェクトの X、 Twitter ですね、
こちらからお願いいたします。以上、迷子の企みコーナーでした。バイ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 イエーイ、はい、ナイゴのタクラビもね、あのすごいこうイベントたくさんありますので、うん、ぜひあのよろしくお願いします。あの12月8日は、二郎さんも私、大間将軍も椿さんも出させていただきまして、ナイゴさんよろしくお願いします。そして伊藤さん、さっきのこうね、うん、表現に関して歌、ダンス、ましてやその皆さんのサポートも あるし、やっぱりこう表現すること自体本当にお好きだったとか、そうですね、やっぱあったね、 DNA をやっぱりなんだかで受け継い受け継いでるんですよねすごいですよね、のさん、そのそうですよね、それも素晴らしいですよね、そのなんていうんですかね、携わってること全部がその教えれるところまで行くっていうのは究極だと、お師匠さんだもん、お師匠さんだもんね、何もかもね、だからすごい、やるんだったらとことんやりなさいっていう母の教え、はい、中途半端で終わったらダメ、そのことを教えるに関しては僕プロ中のプロだと思うんですよ、教える方っていうのはね、だからそれができるって、しかもこうやっぱ話してみていろんなことが出てくるから、ね、吸収ができるね、我々はやっぱりもう一回見習うところありますありますね歌はちなみに教えたりはされた、まあ、あの資格は取ったんですけど、うん、そんな時間がなくて、そうか、やってって言われるから、うん、でもそんな時間ないし、うん、だからちょっと無理です。ああそうか、だから一緒に歌うことはいいよ、うん、歌って違うところをチェックしてって言われたら、それともいいのって、ね、うん、そういうのはやりますけど、うん、歌もやっぱりこう聞かせていただくと、あのさっき二郎さんがパンチがあるって言われてるじゃないですか、やっぱりその性格がやっぱ出てるから歌もかっこよくやっぱりあのね、そういう俊さんもものすごくかっこいいですよね、かっこいいですね、うん、思いました、すごい、そういうのをやっぱり勉強しなくて、我々はね、本当ですね、振り付けも ね、うん、ねあのやっぱりやらないとね、ただ突っ立って歌ってるとやっぱりね、うん、あれだから、うん、なんかこう勉強になりますね、先ほどのカップリングだから別れてあげるわねをこう、まあ、聞いていただいたわけですけど、このメイン曲流氷岬っていう、これちょっと見えますかね皆さん、このね、本当にね、これがすごく皆さん歌われてて、はい、名古屋の方にね、で神戸先生に作っていただいたんですけども、本当にいい曲です。あ、流氷岬、タイトルもかっこいいですしね、これもなんか本当はこう聞きたいんですけど、なんかこう YouTube なんかで聞けたりする、はい、あ、しますか、はい、あ、よかったですね、こうよかった、うん、BGM ではね流れてると思うんで、あのぜひあの皆さんカラオケでもこう歌っていただけると嬉しいですね、よろしくお願いします。出した時は時期が悪くてね、コロナで、まあ、コロナでね、皆さんね、そういう先輩の方苦労してますわね、うん、だから本当にコロナでね、出して1週間だけ良かったの、うん、その後にみんなキャンペーンキャンセルで、うん、そう時期がやっぱ、ね、今だったら良かったのかもしれないけどね、でもやっぱりその中でも逆にこうやられてるってすごいことだと思うんですよ、だからこれをねやっぱりこうここからまたこう皆さんで一緒にこう盛り上げていって、こうカラオケでもどんどん歌っていただいて、ね、こう先輩のね伊藤先輩のことを応援していただけるとありがたいです、よろしくお願いします、よろしくお願いします、お願いします。そしてちょっとコメントがね、はい、あ先ほどの提供のナエゴンさんが、はい、今こう見てくださってるということで、うん、さっきゴルフのレッスンから帰宅しました、うん、宣伝動画はどうでしたか、うん、よかったですよねちゃんとナエゴンさんの方でちゃんとトークとあのしっかり滑舌も良くてバッチリでした、うん、見てくださってます、よろしくお願いして、ぜひ伊藤先輩のこともよろしくお願いします呼んでください
ありがとうございます。さあ番組も、ね、こうどん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 こう終盤へと向かっておりますが、ここで、歌謡曲様の、はい、CM 動画もちょっと見ていただきましょうか。よろしくお願いします。すいません、こちらただいま今池の歌謡曲さんに、来させていただいておりますが、オーナーの中島俊明さんでございます。中島さん、いつもお世話になっております。リニューアルしたばかりの歌謡曲さん、はいはい、これからいろいろイベントも考えられてる。そうですね、いっぱい考えて、まあ、いろんな方が、はい、本当にいろんな歌手の方が遊びに来てくれてるというのは、まあ、僕も嬉しいですね。でここを利用していただければいいと思ってるので、はい、まあ、僕も、まあ、本業は建築屋なんで、はい、まあ、そっちの方であのお給料もらってますので、うん、これは、まあ、本当に楽しみでやってますけども、はい、まあ、あの本当に皆さんのちょっと糧になりたいなと思って、うん、でこのカラオケ業界もちょっと若返りを図りたいなと思ってます。いろいろこう未来を見据えて、はい、お客さんがカラオケのお客さんが増えてきて、はい、で今年もうこれはカラオケ専門で行こうと、はい、ということで歌謡曲という名前をさせていただきました。素晴らしい。字は歌に酔う曲ですので、はい、歌に惚れる人たちが、ここもそうです、どこもそうですね。こういうとこは歌うまさんが来ますよね。うん、本当に。たくさん待っておりますね。そして先ほどアズリでもご一緒させていただきました篠野次郎さん。よろしくお願いします。篠野さんもパーソナリティでございます。はい、素敵なお店でございます。世界のビールも飲めて、ちょうどエビのね釣り針もされてる中さんでございますので、エビもつまみにいただけますし。はい、ビールも。こちらは、はい、あ、なんかこう、ベルギーのビール、ね、ベルギーのフルーツの、そうですよ、チェリー。チェリー、わー、美味しそうですね。飲めないくせに。この前、世界のバナナのビールいただきました。そうそう、美味しかったです。ね、美味しかったです。あの、お酒が苦手な方でも、すごく飲みやすいので。アルコール度が少ないですね。はい、はい、スタッフも歌うまですからね。歌うまですね。1時から7時まではカラオケ喫茶になってまして、うん、1000円で歌い放題、うん、で夜は、おつまみも食事もできる、まあ、今居酒っていうんですけど、はい、居酒屋とスナックの前の子、うん、そのようなお店になりましたので、うん、まあ、これもカラオケ歌い放題でやってますので、うん、ぜひ来てください。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、歌謡曲さんよろしくお願い。そして今ね見ていただいたナイゴンさんがありがとうよ。ちなみに、エミさんはこの間水川蓮さんの発表会で見ましたよということで、ありがとうございます。見ていただいてありがとうございます。ナイゴンさん素敵だったでしょう。伊藤さん、ね、後半だからほらみんなねお客様がいるかなとか思いながらね。あ、でもやっぱりね、こう実際やっぱり 生のステージを見ていただくのがやっぱり一番でございます。ありがたいですね。ありがとうございます。これソラリスさんのこう動画もちょっと一度ほど流していただきまして、すみません、その間にちょっと説明をさせていただきますと、こちらの提供の合同会社、ソラリスさんでございますが、お願いいたします。はい、どうぞ。ありがとうございます。こちらね、こう B 型こうなんですかね、うん、こうあの障害者の皆さんがこう働ける環境を、やられるお仕事もあったり、あとこう、合同会社ということで、美容師美容院もあるんですよね。うん、そうなんですよ。美容院はこうシャノンさんっていう美容院もございますし、そうなんですよ。そしてグループホームなどもあって、そういうなんていうんですか、そういう方々がこう入れる環境を、住まいや、働き口、なんかをこう本当にこうみんながこう。合体してるというか、なので合同会社ソラリスさんというね、会社がございますので、こちらもしよければ皆さんネットで、検索していただきまして、多分スタッフさんや作業員の皆さんも募集されてますので、ぜひ一度検索して、見ていただけると嬉しいので、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、検索お願いします。ありがとうございます。イエーイ。ありがとうございます。さあ、後半となってきましたが、ぜひ、伊藤さん、告知の方を、今後のイベントのこととか、などもいいですか？はい。お願いします。
今度の日曜日ですね、うん、もう、はい、あさってですよね、うん、27日は明治座の方に、はい、岩井智美さんの舞踊の方で拝見しに行きます、うん、あら、いいですね、舞踊の方で。先月10月1日にウィンク愛知で収録しました、テレビ収録しました、うん、その放映日が11月の22日、うん、BS の12チャンネルで、うん、朝早いんです、5時半です。あ、いや、5時半なら大丈夫皆さんよろしくお願いいたしますそれから来年になりますけど1月の24日これね、木村哲司さん、鳥羽一郎さんの息子さんですけど、うん、その方のキャンペーン、新曲が多分出ると思いますので、それの前歌として出させていただきます、うん、素晴らしい。来年までこうね、もういろいろこうこれからちょっと伸び伸びになってましたけどねなんか紅白に出るとか出ないとか、なんかまだはっきり分かってないんですけど、それの都合で11月の本当は2日だったんですけど、はい、延期で来年の1月ということになりました。でもね、そういうやっぱすごい方々とご一緒されて、すごいですよね、うん、素晴らしい。 BS の方もぜひ皆さんちょっと見てほしいですね。よろしくお願いいたします。そして、次郎さん、はい、次郎さんいいですか。次郎さんの画像の方も出していただきましょうか。はい、こちらですね。これは京馬さんと、うん、私と青木優さんで3人でジョイントコンサートってことで、うん、アイカムっていうカラオケ喫茶でやりますので、はい、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。次郎さんも主催をやられてて、なのでこう僕も以前潮風コンサートという野口の里様でも、そうですね、まさかこの前ありがとうございました。ありがとうございます。なのでこうすごいこうデビューして1年なんですけど、ね、ご自身で、ね、主催もやられてるということでございます、ね、はい、よろしくお願いします。アイカムさんってどっかで聞いた。アイカムさん、カラオケがございまして、ね、きついの私生でやれるんですよ。あ、そうなんですか。生演奏でね、歌えるんですから、よろしくお願いします。そしてこちらもよろしいか。はい、はい、こちら提供のハリキュー所持ハリマゴコロさんですね。イケメン院長がいますね。高畑の方で、やられておりますので、一度ね、ぜひ来ていただけると嬉しいです。次の画像も、変えていただきまして、何でもキッズルームも、ございますので、お子様連れでも大丈夫でございます。次の画像に変えていただきます。ありがとうございます。はい、そして、出張サービスなどもやられておりますので、ぜひ、気軽に来てください。052-755-0555 の、052-755-0555 で、ございますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。それではじゃあ、テンポよく画像の方行ってみましょうか。ありがとうございます。続きまして、はい、こちら本日でございます。夜からでございます。夜の、7時開、会場、そして8時、開演でございますね。こちら愛知県のお店スナックサンフラワーさんで8時から大河内智子さんとジョイントライブさせていただきますので、まだまだお客さん入れますということでよろしくお願いいたします。はい、続きまして。はい、こちら、ふれあいの会、こちらは翌日でございますね。10月26日土曜日。こちらは、カラオケ喫茶くるみさんの、会でございますね。ゲスト出演させていただきます。僕は出るのはだいぶこう遅い時間になるんですけど、いろんな、素敵な出演者様出ておりますので、よろしくお願いします。これいいですか。はい、あちらの次郎さんも、そして椿沙羅さんも、はい、出られるので、はい、パーソナリティも大集合でございます。よろしくお願いします。続きまして、はい、こちら11月、これは東京の、古代の湯さんで、葛飾区の方でございますね。2時から6時からの、本間賞、歌謡賞、10日日曜日ありますので、こちら、歌仲間として高山玲也さん、夏木、瑠璃さんも来ていただきます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。いろんな方ね、出られておりますので、ありがとうございます。
それではもう間もなくね終了となりますが、早いですね。すごいですよね。伊藤さん来ていただいて、ごめんなさい、もう時間やっぱ足りないです。これはまた来ていただかないと困ります。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。伊藤さん、本日出てみて感想とかも聞いて。楽しかったです。あ、よかった。よかったですね。はい。一番嬉しいですよね、ゲスト様の、ね、そう言っていただくとね。あのこんなおしゃべりでよかったのかな。嬉しいし、引き出しがあるから、ね、時間が足りない、やっぱり。今度もうちょっとこうトーク時間を、ね、伊藤さんのトーク時間をちょっとまた増やしたらいいですね。また呼んでください。ぜひ、よろしくお願いします。いいですか、もう来てください。もうよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。瀬城さん、いつもありがとうございます。こちらこそいつもありがとうございます。瀬城の伊藤さんもよろしくお願いします。そして本日スペシャルゲスト、伊藤恵美さんでした。どうもありがとうございました。皆さんまた次回も見てね。